はい、皆さんこんにちは、フラワーティスシンです。前回の動画で予告しましたが、こちらの僕が最高の出来栄えだと言った、西村大臣風 3D マスクの作り方の改訂版をこれから皆さんにお伝えしたいと思います。とってもね、作りやすくなると思いますので、ぜひね、さらに効率よく作ってみてください。市販のマスクはね、結構手に入るようになりましたが、こう本当にこう肌触りが全然違うので、もう気持ちよさが違います。もうやっぱりね、市販マスクしてるとこの辺痛くなるんですよね、汗ばんだりして。なのでぜひね、自分の肌は自分で守ってください。では早速この改訂版の作り方をお伝えしたいと思います。では行ってみましょう。どうぞ。はい、使用資材をお伝えします。まずはワイプオール70です。こちらを1枚使っていきます。はい、こちらはストッキングです。はい、こちらは両面テープです。こちらは幅10ミリから15ミリのものを使っていきます。はい、こちらがセロファンテープです。はい、こちらが物差しとハサミです。はい、これからマスクのゴムを作っていきます。こちらストッキングですけど、幅2センチくらいで、こちらを輪切りにします。いいですか。はい、でこちらはね、こう切ったらですね、これをこのように引っ張りますね。引っ張ると、こうやって丸まって、輪ゴムのようになりますので、これをマスクのゴムとして使用します。これをもう一つ作っていきます。はい、ではワイプオール70を1枚取り出します。そしたらこのワイプオール70をですね、このように横幅を27センチですね、横幅27センチ、ここが27センチですので、ここでカットします。はい、カットができました。そしたらこちら側の大きい方を使っていきます。これもね、後で使いますので取っておいてください。はい、では始めていきます。このワイプオール70はこのように折れているので、下側が開いてます。なのでここをね、まず両面テープで1箇所留めます。だいたい2センチくらいですかね。このように両面テープをカットして、この真ん中あたりに貼り付けますね。ヘリに貼り付けます。はい、そしたらこれを剥がして、で両面テープ剥がして、このまま、これをピシッとね、貼り付けます。はい、良いですか。そしたらですね、ここにもう1枚両面テープを2センチぐらいカットして、ここのヘリにもう1回両面テープを貼り付けます。だいたい真ん中あたりでいいです。だいたいでいいですよ。たらこのように剥がしたら、これを下側を1センチくらい折り込みます。はい、そしたらですね、これを真ん中でこのように半分に折ります。そしたら広げて、でここに真ん中の線が見えますね。折り線が見えます。折り線に合わせて両側から真ん中にこのように折り込みを入れます。はい、そしたら今度この真ん中ですね、真ん中でこのように折ります。いいですか。よく折り目をつけておきますね。はい、そしたらこれを広げます。そうすると今ね、1、2、3本と真ん中に1本こう線が入ってます。これはね、最初のワイプオールの、袋に入ってた時の折り込み線なんで、これは
関係ないです。ここの真ん中のこの線ですね、関係あるのは。そしたらこの両面テープをですね、だいたい8センチぐらいカットしますね。このように8センチぐらい両面テープをカットして、そしたらこの両面テープを、まあ、おおよそでいいですよ、真ん中でこのように半分にカットします。はい、半分にカットします。ここから改善点になりますよ。はい、そしたらここの真ん中の折り込みありますね。それで横の折り込みありますね。ここの真ん中にここに点があります。ここからこの、要するにね、ここの真ん中にこの横の線があるんですけど、この線とこの線の半分ぐらいのところを目指して真ん中から両面テープをこのように斜めに貼ります。はい、そしたら反対側にも同じように、ここは同じようにしてくださいね。同じようにここに両面テープを貼って角度をだいたい一緒にしてこのように貼ります。はい、いいですか。そしたらもう一本8センチで同じように半分に切った両面テープを、今度はここの下のこの線とこう真ん中の縦の線のここの点ありますね。ここの点からこのように両面テープをやはり斜めに貼ります。で、上の方が若干角度があって下の方が緩い感じでいいんですけど、これね、実はですね、上は鼻なんですよね、鼻の位置で、下は顎の位置なんで、これね、ご自身の顔の形がちょっと関係してくるんですよね。なので最初1個作ってみて、フィット感を確かめて2個目作るときはこの角度をね変えるといいんです。変えてやってみてください。で、これをね剥がして、そしたらこれをね、最初のこの折り込みの折り線ありますね、折り線のようにここでこれを折ります。はい、そしたらこの下も剥がしますよ。はい、はい、そしたらこれをこのように折ります。はい、良いですか。そしたらこれをまた半分に折ります。こういう状態ですね。はい、そしたらね、半分に折ったらですね、ここの上のここの部分、今ね折った部分をこう出しますね。少しここよく見ててください。出します。そして出して、そうするとここ両面テープが貼り付いてるんで、結構今まではこの折り線を作るのがすごく大変だったんですけど、折り目がここで簡単にできますので、このように折り目を出します。はい、そしたら下側も同じように、これを出してあげて、このように折ります。いいですか。こういう状態になりますよ。で、さっきね、角度を両方上と下と変えたんで、両面テープのね、ここの出方が若干こう違うの分かりますか。こっちが角度がついてて、こっちが緩やかになってますね。ほら、分かります。こう見ると分かるかな。ここが角度が出てて、こっちが緩やかな角度になってますね。これはさっきこの前に貼った両面テープの角度を変えたからこのようになってます。はい、はい、そしたら
これを広げますよ。広げてあげて、でここですね、ここまずここ、ここの角をハサミでこのように斜めにカットします。これもだいたいおおよそでいいです。だいたいこれ3センチぐらいですね。3センチぐらいでカットします。ここですね。ここは、ここの最初カットしたところと同じぐらいの角度でカットします。でもこれね、多少ずれてしまっても全然大丈夫なんで、失敗しても、あ、失敗しちゃったって、間違えちゃったって思わないでください。全然大丈夫です。はい。そしたらこういう状態になりますね。そしたらですね、ここの、これ出てるここの部分がありますね。ひだの部分ありますね。このひだの部分も、この逆側から、このように、まあ、カットします。はい。ここもね、できれば、まあ、上側もカットします。はい。そしたら、ここをね、一度折りますよ。このように折ります。1センチぐらいで折りますね。はい。で、1センチ折ったら、ここをセロハンテープで、留めます。はい。いいですか？そしたら反対側も同じようにカットしていきます。まずここですね。カット。もうね、全然こう、普通にこう、何気にこう、カット。やっちゃってください。よく何センチ何センチってやってる人いますけど、マスク作りで。あれやってたら量産できませんからね。ここもカット。ここもカット。そしたらここを、折りますよ。折ってあげて、1センチぐらい折ってあげたら、セロハンテープで留めます。はい。そしたらここで一回ね、こう折り目をね、もう一度つけといてあげるのもいいかもしれないですね。こうやってね、キュッキュッて。いいですか？また広げて、で今度はね、ここですね、ここに両面テープを、だいたいこれ今ね何センチだろうな、ここ6センチなんで、ここは一回測ってあげるといいです。6センチで両面テープをカットします。そしたらここをね、両面テープでね、ここを貼りますよ。ヘリから、ヘリの部分をこうやって貼ります。いいですか？そしたら反対側も6センチ、大体同じぐらいなんで6センチでカットして、両面テープでここを貼ります。はい、はい。そしたらこの両面テープを剥がしてあげて、先、一番最初に作ったマスクゴムがありますね。マスクゴムをここの真ん中あたりでこう貼り付けて、ここを折り込みます。これも1センチぐらいですかね。はい。そしたら反対側も取ったら、マスクゴムをつけて1センチぐらい折ります。はい。そしたら、これを、もう一回ね、こう、これで完成なんですけど、折って、ここのね、出る部分ありますね。出る部分をしっかりね、出してあげて、はい。そしたら、ここをもう一回ね、折って、しっかりと折り目をね、つけますよ。いいですか？はい、これで完成です。では実際につけてみますよ。こういう感じです。つけてみます。
はい、ではこちら出来上がったマスクをつけてみます。もうね最高ですよマジで。もうね市販マスクなんかねこれつけたらね絶対できなくなります。もうねこれ絶対一度は作ってみてください。そのぐらいこのワイプオール70のこの西村大臣風 3D マスクは完璧です。そして熱くありません、はい、でさっき言ったようにここの最初に切った切れ端ありますね。これをまあここのね中にこう入れてあげるんですね。こうやってこうやって入れてあげます。いいですか。そうするともうこれがフィルター代わりになって普通にこうなんだろうな全然こうそれも違和感なく全然違和感なくつけられるんですよこれが。でフィルター効果がかなり上がりますので本当にこうフィルター効果がある夏用マスクの出来上がりっていうのはねもう前回も言ってますけどこれはもう変わらず最高です。シルキータッチなんですよ。すごい。わかります？このね、このペーパーね、最高です。ほんとシルキータッチなんです。このね、マスクゴムも、ストッキングのマスクゴムもシルキータッチなんですよ。だから、こうシルキーダブルタッチみたいな。もう完璧なんです、ほんとに。なので、ぜひこれで皆さん、暑い夏を乗り越えてください。ではですね、こちらの動画いいねと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。あとチャンネル登録をしてくださる方が増えてきてとても励みになってます。なのでチャンネル登録も引き続きまだしてない方はよろしくお願いします。してください。でまたね、改善点等も、見つけたらまた改善はしていきます。で実際僕も夏日でつけてみてまたねこうした方がいいんじゃないかなと思ったところとかあったらそのあたりもお伝えしていきたいと思いますので、合わせてご覧ください。ではまた皆さん次回お会いしましょう。暑い夏頑張ってみんなでね乗り越えましょうね。またお会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。